藤井光一4月19日隊は日本のミュージシャン、ウシャコダのメンバー、千葉県木更津市生まれ、松戸市に育つ。小学生時代に毎週見ていた大正テレビ予選での牧真時に魅了され、親にウクレレを買ってもらったのが音楽に興味を持ったきっかけであった。中学時代からはフォークギターにはまり、吉田拓郎、泉谷茂、フルイドなどのコピーを行う。 高校時代は、ディープパープル、ルービーブラザーズにはまり、地元の同級生たちとウシャコダを結成する。1978年、ヤマハ主催のイーストウエストで、ウシャコダが最優秀グランプリを受賞。翌年、デビューする。1985年、味のモト CF ソング、シュガーケーンを、キングレコードよりをリリースし、ソロデビュー。翌1986年、コロンビアレコードより、 ソロアルバム、独立宣言をリリース。1988年、FM795 回曲時より2年間、サンデー・オン・ザ・ウェイのパーソナリティとして生放送を担当。なお、1989年の放送にて、小学生の頃から憧れていた、マキ・シンジを番組に招き、弟子入りを許されるとともに、マキ・シンさんの芸名を授与された。1991年には、 FM 北海道、藤井光一のボーダージャムのパーソナリティを務めた。1992年ウェムーシュクより、札幌の老舗バンド、ベーカーショップブギのギタリスト、関ひととのアコースティックデュオアルバム、私の青空をリリース。さらに1999年にセカンドアルバム、厚感と、中華、2000年にサードアルバム、ウクレ,レで、ごめんね、2001年にホースアルバム、 リトルジャイブ・ボーイズ、2002年にフィーフスアルバム、ウクレレマンをリリースした。この過程で、セキとのコンビは、実力派かつコミカルなエンターテインメントを繰り広げる、大人のバンドリトルジャイブ・ボーイズへと発展。2001年7月、師匠、マキシンジのダンジーの応援歌をプロデュース。また、リトルジャイブ・ボーイズのメンバーもレコーディングに参加。8月、オムニバスアルバム、カレーブローに、 リトルジャイブボーイズで、マキシンジと共に参加。2006年9月には、マキシンジ、ボケボケロックをプロデュース。2014年、チャンポンダマンボが、ワールドチャンポンクラシックの公式テーマソングに選ばれた。2015年には、千葉県松戸市から、松戸原 CO2 大使に任命され、松戸市原 CO2 大作戦の PR ソング、松戸原 CO2 の歌いの原骨を作成した。 いずれの曲も、ダンサーのモッコリーによる振り付けが作成され、それぞれ地域の子供たちの間で流行した。近年は、モッコリーとコンビを組んで、ライブを行うことが多い。また大沢義行のライブにしばしば、ゲストとして出演している。うしゃこだ、藤井光一公式サイトうしゃこだ、公式フェイスブックページ、藤井光一フェイスブックページダンサー、モッコリー、マコリー公式サイト。 ありがとうございます。